10月28日土曜日の天気をお伝えします。天気図で見ていきましょう。東日本や北日本のエリアでは低気圧や気圧配置の影響で不安定な天気が続きそうです。詳しく見ていきます。天気の移り変わりです。西日本や東日本の太平洋側では晴れますが、北陸以北の日本海側では曇りや雨の天気が続きます。今後太平洋側のエリアでも東北エリアは午後の時間帯ほど雨具の出番となりそうです。ざっと雨が強まったり雷を伴ったりする可能性があります。お気をつけください。続いて気温の予想です。14時の気温をご覧いただきますと、西日本や東日本は23度から24度くらいの気温となり、昼間は比較的過ごしやすい体感となりそうです。朝晩と日中との気温の変化が大きいため、体調を崩さないようお気をつけください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからご覧いただけます。